動きはあるんでしょうか。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。0対0で折り返しです。前線へのボール、レシーブナイテッドとしてはなかなか繋がらないですよね。緩いフィード、サント、レシーブナイテッドとしてはなかなかいい形が作れませんよね。ジャーチャー、バレーロ、さあ左サイドへパスをつなげます。このボールをカットします。ここで受ける、ここで受ける、打つ、ビー大きく立て、ロペ、この終盤振り返るとチャンスシーンは両チームともあったわけなんですが、いまだスコアは0対0のままです。緩いボール、ロペ、これはよく止めました。そしてバッターのボールではなかったと思いますけども、よく止めましたよね。フェスユダイテッドとしてはいい形で全部インターセプトされてますよね。カンビアッソ、前線へ出す、ロペン、ボルターズ、ダレオ、ロングでのフィード、打つか、どうだこのシュート、フューズボール、まあクリア精一杯ですよね。長いボール狙っていく、ザーザー、いやー惜しいシーン、しかしバックスの対応が一歩遅れたのか、危ないシーンですが、フェスユナイテッド奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、はい、そういった意思を感じられますよね。そうですね。これは奪い返します。縦へのボール、さあ縦のボールを入れてきますが、これはありません。肩ボール、よく戻りました。一気に縦へのアーチ、このパスはキーパーへ、パオロ・カンナバーロ、組み立てていきます。作れてる、かなり見応えのある試合になってますからね。選手たちは相当疲れていると思いますね。味方を走らせる、Bユナイテッド選手を変えようです。このボールはカットです。シンプルな攻撃でもいいと思いますけどね。一気に前線にボールを送る、ワックス
スのほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。最後に試合が動きました。いや、終わり間際で見せてくれましたね。上が吹かれるまで諦めない、この気持ちを最後まで持てたかどうかということですよね。そうですね、ありがとうございます。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤豪さんにお願いいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。レスユナイテッドが1対0で勝利しています。